暗い密林の奥で一人の老人に導かれた男は荒れ果てた祠を目にした。崩れた石積みにうがたれた穴の向こうにはただ闇だけが広がっていた。穴の中へと足を踏み入れる男の背後で老人はかすかに笑みを浮かべる。そしてまた一人供物が暗黒に捧げられた。支えていたという。王は槍の力によって諸国を平らげ王国に未曾有の繁栄をもたらしたが、その陰でひそやかに行われた儀式のことを知る者はなかった。遥かな時の果て、槍の王の名が伝承の中にすらおぼろげとなった今、一人の老人に導かれたある男がその地を訪れた。